はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースレクエストをいただきました。タスノリクリア率 2.59% をやってまいりましょう。まあタスノリというのはね、こういうことでございますね。これはでも多分そんなに難しくないと思う。多分ちょびっと何回 ?4 回か。結構多いな、でも。4回ってことは、まあ 2.5 秒で1部屋ってことは、まあまあミスれるのは1回か2回までかなという感じですね。全体を通して。はい。うーわ。オッケー、このぐらいのちょい乗り。もうね、右を押してねえよっていうぐらいの。もう押してるか押してないかで言ったら、もう押してないよっていうね。そう、押さない。もう右を押さない?うわ。オッケー、3つ目いけた、最後。ちょっとゆっくりやっていいよ。オッケー勝った。オッケー4つ目でこれでゴールかなと。オッケー、いや結構難しかった。というわけでご視聴ありがとうございました。本日もマリオメーカーズやってまいりましょう。音符ブロックを踏んではいけない1-1やってまいりましょう。音符ブロックは踏んじゃいけないんだけど、この色付きの方は踏んでもいいんだって。こっちは音符ブロックじゃなくて楽器ブロックらしいわ。一回踏んじゃったらそれがオンオフが切り替わるってこと?そしたら、これ、これ、オッケーオッケー。で、その右に一気に行っちゃって、うわ、きついな。まあまあ、冷静に考えて、1-1とはっていう気がしなくもないけど。アイス、アイス、オッケー。一回ちょっと落ち着いて、こういって、ここで、ここが踏めて、ここ上当たんないように設計されている。オッケー、さあ、土管入ってまいりましょう。ここ、オッケー!これ、いけるかな、右。はい、オッケー。オッケー、いいね。あ、いい感じ、いい感じ。いいバランス。さあ、中間ないの、中間。中間はないだろうね。このね、うわ!はい。はい、オッケー。で、真ん中。うわ、ここちょっとだけ画面外行くん辛いな。はい、オッケー、来た来た来た。ここも辛いな。はい。うわー、怖い怖い。ここも怖いね。はい、オッケー。いいんじゃない?はい、オッケー。あー、やったゴールなんだ、オッケー。トゲ多めのスピランキャッスル、80秒クリア率およそ150分の0やってまいりましょう。さあ、今のところクリア者が出ておりません。80秒のスピードランというお話で、これこう言ってトゲ多めらしいので、どっかでトゲがいっぱい来て、結構シビアなことをさせられるんじゃないかなという感じが、ここら辺もちょっと怖いけども、まあまあまあ。やられるほどのことではないのかなという。で、ここは一回こっちに行ってからの、こう行ってこうだね。オッケーオッケー。で、ここしゃがみジャンプくるん。ワン、ツー、サン。ここ怖っ。ここ怖っ。これ被ってったら大丈夫で。はい、引き継いで2個目被っ。まあ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 、なんとか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 、なんとかゴリ押しのような形になりましたけれども。まあ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 、これでも別にいけんことはないので、いいんじゃないかなという。意外となんか、あ、これ多分両方壊しとかなきゃダメなやつだ。あー多分積んどるわ。ここ何気に、ここの一室に入ってからが結構難しいんじゃないかなっていう。ワン、ツー、三段ジャンプ、オッケー。ワン、ツー、三段ジャンプのマークっぽいね。オッケー、オッケー。で、こここう行きまして、ここ壊しとくことによって、そこの大砲を下に落として、ここの道が、開かれてるよーっていう。おっと。ワン、ツー、三段ジャンプ。ワン、ツー、トントン。わー、怖ー、怖い、怖い、怖い。めっちゃ怖いな、ここ。うわー、あんまり余計なクルンせん方が良かったし、なんか三段ジャンプっぽくね。ワン、ツー、三段ジャンプ。オッケー、オッケー、ここめっちゃきつい。で、土管入ってパウをいっぱい投げるギミック。ここはパウとパウの間隔が結構空いてるから、まあ割と余裕はある感じ。急になんか来んのやめて。上に行くで合ってたのかな?合ってるか、これ。あ、合ってるわ。よかったよかった。これはどこだ?スタート地点の上に来てるね。よし、この土管入って、こっち表面だから、裏面に一回経由して、表面変えたら多分ゴールで、なんとなくこのコース、あの三段ジャンプが山場な気するんだよね。結構あそこシビアだったから、これ多分表面変えたら2秒しかないし、おそらくゴールな、え、時間な、え、マジか、マジか、時間がきついんだ、このコース。そうなんだ、そういうことか、マジか。やべ、やっぱこれ2秒しか残んねえわ。あれこれどこそんな短縮できるんだろうか。めちゃめちゃ時間きついな。ここ微妙に詰まっちゃう。今回割と早いっちゃ早いんだけど、3秒残し。3秒あったらどうだろう。ただ3秒って実質2秒しかないからな。いけた?いけないか。オッケー、ここの壁キックさえうまく決まればいけるんじゃねえのという感じで、多分3秒は3秒なんだけど、多分さっきの3秒より全然早い3秒だと思いました。オッケー。めっちゃギリギリ。バネ4つしかないゴールの攻略法とは?バネが、なるほど、バネが4つ。USA、USA?
なるほど、どういうことこれ。え、どうやったらゴールできんのこれ。これ普通に行ったらいけないから、なんかバネを使うってことだね。え、どうしよう。でもバネを、あ、ここに置く、とりあえず。そうだね、とりあえずそこに置く戦法は悪くなさそうな気はします。ほんでちょっと待ってよ、これ一発食らいながら後輩、まあ、でもこれだけでは無理。これでなんとか食い込んでいけないか。いけないっぽいな。いけないか。ちょっと待ってよ、一回冷静に見極めよう。どうなったらゴールできるかと考えたら、バネで完全にこの辺まで塞いじゃったらいけそうな気はするんだけど、ってなったらバネ4つをここに詰めなきゃいけない。それはちょっときついよな。これこうしたらそこに行くんか。それを続けていったらどうなるこれ。ここにこう、あーでもそこに落ちていっちゃうんだ。そこに落ちていっちゃうのはちょっと違う気するね。なんか雲、まあ、でも下が雲になってるから、やっぱ掘るのとかも関係あんのかな。この雲掘るのとか、でも掘ったところでな気はするよな。まあやっぱここに1個置くのはやっぱりそれはそうかなってちょっと思うんだよね。なんかなあ、あんまり良くないよねこの辺からの動きが。ここでなんかちょっとこの辺、ここに置いてたの、これでいけないんかな。これでゴリ押し、んー、いや、やっぱりいけないんだ。でここに1個置いてさ、もう1個こっち側からこう投げることでちょっと弾く。これでそこの隙間をちょっとちっちゃくしちゃって、この隙間入ったらめり込めるみたいな、そんな話じゃない。あ、でもなんかこれでもうちょっとバネが右にあったらなんかいけそう。ちょっとわかったかもしれん。これ多分ここにまず1個置いといて、でこれをちょっとずつこうやって押していく。このぐらいの隙間を作っといて、でそこに自分が入れたら多分ゴリ押しでいけるんじゃね。いけないか。あれ、こういうのってなんかめり込んでいけないっけ。あれ、いけないか。あれ、これかなと思ったんだけどな。オッケーオッケー。こんぐらいさ、幅を狭くしといて、で、そこの隙間に入れるかな。入れた。よし、オッケー。ここぐらいならどうよ。あれ、こんぐらいの隙間でめり込んでいかないか。いかないんか。これどう。こんだけ狭い幅でもめり込んでいけないなら、もうこの作戦は完全に違うねっていう話だよね。違うっぽいな。いけないな。あれ、じゃあどうすんだ。これでもう一個はなんかこの辺とかに置いといたら、ちょっとなんかもう無理やりもう行くっきゃねーみたいな、もう右に行くっきゃねーみたいな、そういうことになんないんかな。なんないな。あ、この感じ、この感じ。こうやったら上のやつも押していけるわ。この感じでこんぐらいやっといて、で下からこう潜り込むみたいな。これでいい加減どうですか。そろそろ、おお、いけた、やったー。